始まりました。ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、佐藤でも出ています通り、12月合宿の U19 日本代表メンバーが発表されました。やってまいりました。そしてまたこれはね、もう定期的に続いてるんですね、こうやって強化はね。そうなんです、うんうんうん、そしてね、こうパリセザンに関しては我々ずーっと毎回動画作ってますから、はい、そうですもんね。これちなみにですね、7月から始まった方、このチームの合宿が、7回目になりました。おお、はいはいはい。多分我々だけだと思います。何回誰が選出されたっていう計算してんの、このね、紅白歌合戦的なね、出場回数が入っておりますからね。そうなんですよ。ぜひ再生リストにまとめてございますので、ぜひね、よろしくお願いします。思いますけれども、うん、はい。で、今回はですね、はい、ちょっと楽しみな初招集が一人いたんですよ。はいはいはい。なるほど、ね。ポルトガルから、コクボレオ・ブライアンさんが帰ってきました。はい。もうこれは、ドンと出てる感じでいいんですね、すでに、ね。もういいですね、いいですね。ありがとうございます。はい。はい。ということで、まあね。初の1回目。はい。そうなんです。あと、そもそもこの合宿ってなんだっけとか、いろいろみんなわかんない部分あると思うので、はい、まあ説明するためにもそろそろ行きましょうか、じゃあね。はい。お願いします、はい。もう出てますよ。あ、本当ですか、はいはいはい、あ、すいませんです。じゃあ行きましょう。はいはい、まず今回のこの U19 日本代表合宿なんですが、うん、そもそも、これ、まあさんも含めて皆さん確認として、うんうん、何の世代の何の合宿なんだっけってこと分かんなくなると思うので、その説明からいきたいと思います。はい、この U19 日本代表は、うん、東京オリンピックではなくて、はい、その後の2024年に行われるパリオリンピックの世代の合宿でございます。はいはいはい。ちょうど最近ね、U23 の日本代表の動画もアップしましたけど、うん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 、それが東京世代、はい、でこっちのメンバーはパリなんで、はい、4年、はいはい、3年半後のオリンピックのメンバーでございます、うん、ちなみにあれですもんね、久保建英選手はこっちです、入るというこっちです、こっちことまで可能ってことですよね。そうですね、多分出ないと思いますけど、まあこっちですね。さあ、もうパリの頃はオリンピックどころの話じゃないと、いうことですね。なるほど。うんうんうん、はい。で、このチームなんですが、本当は、この2020年の間に、はいAFC U19 選手権っていうものが本当はあったんですけど、うん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 、まあ新型コロナウイルスの影響もあって、来年に、はい、伸びました、はい。おそらく来年の春先にその大会やることになりまして、うん、で、来年の秋頃に本当は春頃やる予定の U20 ワールドカップがさらに延期になった状態でやることになるんじゃないかと思われますと。なんで、まあ来年が U20 ワールドカップ。はい、そして、2年後に、パリオリンピックの予選が行われ、2023年ですね。はい、で、2024年にパリオリンピック本番の流れになることになりました。すごいですね、ミルワカも。東京五輪ももう始まってないのに、パリの話をしてるってことですからね。いいですね。行きましょう、行きましょう。でも先生、これ書いてくれてますもんね。久保選手に加えてパリ組、はい、このメンバーから何名東京五輪に食い込んでいくのかという。ね、あり得るかもしれません。はいはいはい、特に、今回ね、初招集になって、こっちのね、初招集にもなってる、コクボレオ・ブライアン選手とか、はい、あとは、これから海外組になる斉藤幸喜選手とか、はい、このあたりはかなり可能性がある選手なので、東京五輪もね。そうなんですよ。ね、だって J1 のレギュラー張ってる選手は何人もいますもんね、このアンダー19の中にもね。信じられない話ですけどね。すごいね。なんなら、まだ、プロ1年目なはずなのに、はい、J1 のレギュラー2年目って人いますからね。いや、すごい。松岡大輝っていう。これは先生最強世代になっていくんですか、歴代。なると思いますけどね。あんな23も最強世代になるという呼び声高いじゃないですか。そうですね。先生もそうやって言ってるじゃないですか。もともと本当に今の東京世代っていうのは、やっぱりそもそも東京オリンピックが開催されるから、うん、日本サッカー協会としても、彼らが子供だった時から、もうここでオリンピックやると思われるってので、結構バンバンお金つぎ込んできたんですよ。ね、やっぱそういうの結構繋がってきてるんですもんね。そうなんです。で、それで結構一個膨れ上がったものがあったんで、その余剰資金がある意味こっちにもパーンってきたのがあるので。まあね、それで余剰になった部分が、だから今はね、ちょっと今、全世界的に危なっかしい状況なので、金銭的に、それが、ふわっていろんなところに今流れてる状況になるかなと思いますけど。まあでもこのね、まあ、コロナ禍もありまして、5人交代、若手が経験を積めるという、このタイミングは、結構この世代にいい、ね。影響を与えてくれましたね。間違いなく、ね。そういう意味ではね。そうですね。はい。ってことで、そろそろもう7回目なので、もう選手だけもバーって言ってても、そろそろしょうがないかなと思うし、はいはい、ラストの合宿なので。ご覧いただければね、この選手回数これが何回目かっていうのが分かると思うので。途中をご覧ください。
はい。はい。で、まずわかるのが、せっかくその数字触れていただいたんで、ばあさんにも。はい、これ、だんだんね、暖色系になっていけばいくほど、はいはい、というか、ピンクであればあるほど、少々回数が多いと思っていただければなんですが、はいはいはい、結構ですね、うん、これ7回合宿やってる中で、はい、5回、6回、7回目っていう選手がめちゃくちゃ多いんですよ。多いですね。うん、結構固定されてきた感はあるのかなと思っておりますと。ちょっと逆に、斎藤光輝選手なんかは、ごめんなさい、斎藤光輝7回目からすいません、6になってるけど、はい、彼なんかは来年はもうベルギー行っちゃうんで、国内合宿はもう参加できないですから、うん、ある意味今年全部呼べてよかったんじゃないかなって、ね、思うところもありますけれども、うんうん、まあ、あともほとんどちょっとピンクが多いので、はい、まあ、基本的にこのピンクになってる選手たちがこの世代の中心だと思っていただければいいと思いますと。うん、はい、これは一回手元に置いてみる。これ森保監督が見てるんですか？あ、今回は森保監督が、はい、あ、こちらごめんなさい。この世代は森保監督ではないですね。ですよね。はい。この1個上の世代の U23 の方に森保監督がいるんですが。そうですよね。まあ、もちろん情報は言ってるだろうということは。そう。ただ、マーサ、はいはい、今の発言、ちょっと今僕、口ごもった感じになったでしょ、うんうんうん、マーサがあまりにも的確なコメント言いすぎて、ちょっと僕、やられてしまって。確かに森保監督はこの世代見ないんですが、はい、うんうん、同時期に同じ場所で U23 の合宿があります。なるほど、先日ね、動画出させていただきましたけど、同じ場所ですか？そうなんです。はあ、はあ、千葉。で、はい。なんで、どうやらね、一回前10月とか11月で我々この U19 の代表動画を出した時には、はいはい、U23 と U19 のバトルがあるんじゃないかって話とかもね、うん、したんですけど、はいはい、紅白戦。だからそれは起こらないらしいんですよ、残念ながら。うん。うん、残念ながらそれは起こらないんだけど、はい、やっぱ同じ位置で見られるから、ちょっとした交流もあるんじゃないかと思われるので。当然あるでしょうね。これちょっと大きいのかなと思ってはいますね。なるほど。森保監督視察もできますからね、うんうんうん。ちょっと嬉しいところではあったりします。楽しいかな、これ選手たちにとってね。いやー、これ嬉しいですよね。楽しいでしょうね、これ同世代でね、集まって。ね、そうなんですよ。ってね、そうなんですよ。うんうんうん、逆にこと、やっぱね、そこもしかしたら何人か、なんか実はね、非公開でそういう合宿っていうか、試合やるんじゃないかなって思っちゃったりしますけどね。うんうんうん、何人かだけちょっと交えてとか。それはやってほしいし、公開してほしいですね。うん、ね、なんか個人的にね、やってほしいのが、いわゆるこの U23 側で控え扱いになった選手たち VS、うんうん、U19 の主力組。はい。の、なんか今後、ね、試合とか練習みたいなことやって。まあね、テストになんなくなっちゃうからね、なんか怪我とかされても困るね。まあね。いや、うん、そこをね、はい、内田篤人が見るっていう流れになると面白いなって。なるほどね。うん。将来のそこも、ある意味ではレベルアップになってくるんじゃないかなって勝手ながら思っておりますと。はいはい、で、あとちょっとそろそろ戦術の話もしていきたいなと思うんですが、はい、はい。このチーム面白いとか結構狙いが明確になってるんですよ。うん。まず、まあ、キーパーに関しては、はい、いずれも足元もセーブもできる、現代的なゴールキーパー、しかも体格もめちゃくちゃいいっていう、うん、平均身長190ぐらいじゃないかっていう、はいはいはい、状態なんで、ここね、うん、ここはもう何も心配することがありません。はいはい、で次、今度センターバックなんですが、うん、こちらも皆さん、ビルドアップはできるのはもうそんなの当たり前だってレベルになっていて、あとはもうどれだけ弾き返せるかのメンバーなんですけど、こちらもハンダリック選手、右サイドバックもできるハンダ選手を除いては、みんなやっぱり平均185ぐらいあるようなメンバーになっちゃってるので。大きくなってきたね、今もう食べ物が違うからねってよく母ちゃん言ってましたよね、僕ね。いや、ほんとそうっすね、うん。それのまたその次ですからね、これね。そうなんですよ。しかもこのメンバーのビルドアップってすごくて、うん、一発でフォワードにピンポイントで出せるレベルですから、みんな。はいはいはい。J1 の公式戦クラスでそれぐらいのことできるメンバーが揃ってるので、はいはいはい、楽しみですね。まあ、ここも問題はないだろう。はい。で、サイドバック見ていくと、うん、左側のバングーナガンデカシーフ選手とか中野慎也選手ってのは、はい、クロスが得意の選手なんですよね、うんうん。左側ディフェンスプラスクロスっていうところがあり、はいはい、右側の成瀬選手と中村拓海選手は、ディフェンス、それこそ 1on1 の守備をしながらの縦突破系に一つ、うん、ポイントがある選手なので、はい、なんか左と右の活用の仕方がちょっと違うのかなってところがあったりしますよね。で、どちらかというとこの世代は、ボールを散らすタイプのボランチがちょっと少なめなところがあったりするんですけど、はい、この中盤に行くとね、うん、アンカーできる選手がめちゃんこ多いんですよ。うん、なるほど。松岡大輝選手とか、うん、
藤田ジョエル千葉選手、うん、または高校3年生湘南の田中選手とか、あと柴田選手も含めてみんなできる選手なので、はいはいはい、なんか今は442でやってるけど、もしかするともうちょい、経験積んだら一人でボランチ、で、その分一人フォワードに回すとかってこともあるのかな、いろんなトランジションもね、しやすくなるってことですね。そうなんです。あとは右サイドに入る選手が、主にどちらかというと中にカットインしてくるタイプの選手なんですけど、はいはいはい、なんかこれもなんか、フル代表の方にちょっと近いなと思ってて、うん、やっぱりほら、堂安、久保。久保、三好。に対してそんな形があるから、なんかその系譜がしばらく続くのかなーなんていう。なるほどね。うん。で、さらにその後ろに、彼らがカットインして、いわゆる外に開くのか中に入ってくるのか相手に迷わせた後、はいはい、その後ろを松岡とか藤田ジョエル千葉とかが多分デーンとこういて、奪われた場合でもすぐ対応できるようにって形をなんか届けてきそうだ、はい。なるほどね。で、今度その代わり左サイドには、まあ自分でその仕掛けられる、ワンオンワンの攻撃に強い選手たちが集まって、うんうん、で、一番前にはもう、もう、いずれ大人のあの、決定力がそもそも高えよっていう選手がみんな集まってますと。はい、はい。まあ最後の前線は高さはちょっとないっていうのが唯一欠点ではありますけど、うんうんうん、まあただスピードとかクイックネスで言えば、まあやっぱり日本トップクラスの選手たちが揃ってるので、そうね。うん、なんかいずれともその武器を持った上で、その武器を生かしつつ、そのセカンド、サードのスキルをどう活用していくのかっていうのが、この合宿で生き残っていくポイントになってきそうな感じがしますね。はいはいはい。はい。ワクワクしていきますね、これ見てるとね。そうなんですよ。うん、ただ逆にね、ここまではまあポジティブな話いろいろしてきましたけど、はいはい、意外や意外な話として、うん、今年の J3 の前半戦なんか特に席巻してて、今 J1 で活躍してる、ガンバ大阪の川崎周平選手の名前がないんです。本当ですね。うん。はい、例えばね、はいはい。何かだから呼ばれてもいいはずの選手が選ばれてないんですけど、うんうん、もしかすると、例えば同じガンバだったら、遠山選手呼ばれてるけど、川崎塚本はいないとなると、うんうん、川崎選手、天皇杯主力なんじゃないっていう。ああ、なるほど。うん、要は合宿行かせるよりかは、頑張れ詰ませる方がいいって思われてるか、もしくはもう一個あるのが、もともとその、あんまり呼ばれてなかった系の選手でも、いわゆるこの U19 では1回目とか2回目って選手いますけど、はいはい、U18、U17 試合には常連だった選手ばかりなので、うん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 、なんか新たな発掘ってことを今はそんな求めてないのかなっていう。先に JFA なりな、その今の、アンダーのこの U19 の形なりなものを今のメンツにこうバッてこうやっといて、うんうん、来年以降で J リーグで上がってくる選手がその都度その都度こう入ってくる形になるのかなっていうのもね、ありそうなちょっと気がしましたと。うん。なるほど。これ、先生、意味合いとしては、はい、うん、この代表でこうやっていくんだよっていうのを教える場なのか、それとも、君たちってどういう選手なのっていうのをこっちがす、認識する場なのか、まあもちろんどっちもあると思うんですけど。あ、もう認識のフェーズは終わったと思います。あ、なるほど。うん、はあはあはあ。だからここから、何人か実は J2 とかで出られてなかった選手たちが、うん、はい、何か今回ポロポロと実は呼ばれなかったんですけど、うんうんうん、基本的に高校3年生組以外、うん、高校生以外は、うん、はい、J1 または J2 の主力格しか来てないので、うん、はいはいはい、各チームの。そうね。だ試合出てなかったらそもそも選ばねえからっていうのはもう、意思表示はされてるかもしれませんね。ね、うん。この選手たちはもうこの代表に毎回呼ばれることを意識しながら東京オリンピックもパリオリンピックも過ごしていかなきゃいけないってことですね、うん、行かなきゃいけないでしょうね。モチベーション一つにして自チームで頑張るってことですね。移籍も含めてということになりそうです。なるほどね、はい、またあとは U23 とあと U19 もいい加減7回ぐらいやってきたので、うん、そろそろ序列みたいなことも出てきたかなというのはあるから、る、ね、そのあたりは年末とか年始とか、はい、まあ、皆さんきっと時間あると思うのでね、はい、お聞きの皆さんも、ね、そのあたりでちょっと動画出せればいいかなと思ってます。キラボシのごとくスターになっていくわけでしょ、この名前の中の。いや、そうだよ、そうだよ、存在になっていく人も何人もいるわけですよね。います、います。沖縄を流すいい恋愛をする人もいるわけでしょ、きっと。いやねえ、アイドルとかと結婚する人もいるでしょう、きっと。ね、うん、頑張ってるしね、それはね。ね、うん、なるほど、わかりました。はい、ということでございまして、U19 日本代表の合宿始まるよという話題でございました。ました。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。サッカーアカデミー毎日やっております。明日も見てください。ぜひチャンネル登録のためにこのボタンで応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日です。ありがとうございました。